車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は出展車両の中からボンド名古屋展示車両をご紹介させていただきたいと思います。さあ、というわけで改めまして、関西出展しているボンド名古屋の飯村店長です。よろしくお願いします。今回はここ一角が名古屋からの車ということで、はいはい、私です。ボンド名古屋ブースです、はい、あ、私のブース、私のブースです、はい、失礼しました、はい、ボンド名古屋ブースじゃなくて、はい、飯村店長ブース。そうです。そして一番最初にちょっとご紹介させていただくのが、はいはい、以前動画でもご紹介させていただいた、はい、GT3RS、はい、これ別の動画で詳しく紹介してますので、はい、そちらを見ていただけると細かい仕様、飯村店長のこだわり、はい、オーナーさんのこだわりが分かるんじゃないか、はい、これめちゃくちゃ目立ってますね。これやっぱりそのね、真っ黒っていうのがすごい、こう GT3RS でもどちらかというと一般じゃないのかな。なんか、あ、そうなの、なんかなんていうの、 GT3RS っていうとどちらかというとなんか派手な色、例えばオレンジとか、はい、緑とか白赤とか、そう確かに。それがもう真っ黒になってるから逆に目立ってる感じがする。確かに、あの自動車評論家、モータージャーナリストの人も、ね、あの動画でこれだけを見るっていう撮ってました、はい、あの改造車ジャーナリストじゃなくて本物の方、本物の方方も反応して、認定されてる方で、これはお客さんからも僕めちゃくちゃやりました、改造車の方から、はい、はいはいはい、このホイールすごいですねって、やっぱりね、はい、はい、新作これないっすもん。今までアメタンでもこういうのなかったし、なかった。国産のホイールでもこういうレーシングな一周、うんうん、しかもこのヴィンテージというかクラシックな感じ、うん、なかったんで、まあ、この辺これから履き方でそう、ね、いろんな車に応用できるかなと、はい、はい、まあ、今回はそのオートサロンの中でこういうその、まあ、リアがメッシュで、それの派生系のメッシュのディッシュみたいなのを何台かこうポンポンって車の中、あのブースの中に置いてるんで、それでなんかこう僕らがこう今年こういうのを仕掛けていくよっていうのが感じ取ってもらえればいいなと思ってます。というわけでこんな GT3RS、はい、ご紹介させていただいてます。そしてもう一台、はい、こちらいいですか、どうぞ、はい、ドーンですけど、ドーンじゃなくて、ドーンではなくスペクターです、はい、ロールスロイススペクター、はい、これ搬入の時に初めて見たんですけど、やばいっすよこれ。これ僕も搬入の日に初めて見たんですけどあ、そうなんすか、実車はね、あの完成してる形が、はい、やばい。というわけでそんな最新でめちゃくちゃ希少な車、はい、これなんか聞いたらファントムとクラスが一緒、そう、まあ、ファントムクーペとかファントムドロップヘッドクーペとかその辺が前はあったけど、それがなくなってそこのエリアに、まあ、この車がいるんで、なんか皆さんレースの光景とかいう感じで捉えてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、全然サイズ感が違うんで。なるほど。だから僕も見たら、うん、想像してたよりだいぶでかい。でかい。そう。そしてこれが無音で走ると怖い。そしたらやっぱりスペクターって、まあ、歴代ロールスで幽霊系の名前で、はい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 、まんま幽霊って意味らしいです、うんうん、というわけでそんな最新でめちゃくちゃ希少な車をもう早速カスタマイズしてるということで、はい、これはちょっと詳しくご紹介させていただいてもいいですか、はい、今回これマークがあんまりこうバーンって入ってないんで分かりづらいんですけど、はい、メーカーは MV フォージョです。はい、はい、去年の初めからですか、取り扱いはね、はい、はい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 、からめちゃくちゃ勢いがあって、はい、僕らも工場に行ってきたメーカーですけど、うん、また新しい、はい、今までになかった、はい、リッシュデザインのデザインになってます。これサイズはこれ24インチです。このホイール自体が去年のセマショーで発表して、で、新たに設定されたデザインになります。でその時は720のフロントに履いてたんで、え、それと一緒なんですか。そう、え、全然一緒に見えないでしょ、全然違く見える。あれは720に履いてたんで、センターキャップも普通のセンターキャップ、フローティングじゃなくて、いやレーシングよりのディッシュっていう形で720のフロントに履いてたやつを今回は、フローティングにしてしまったんで、まあ、どちらかというとラグジュアリーな方向にして、はい、デュオブロックで作ったんで2ピースになってます。これ振れ幅すごいっすね。そうだから、ね、レーシングにも行けて、そうラグジュアリーにも行けて、そうだ本当に細かいこの塗りとその、うん、フローティングするのか、うんうん、通常のセンターキャップにするのでもうだから作り方でこんな全然違くできると、そう違うホイールみたいな。で今村さん、そもそものとこ言っていいですか、はい、24に見えない24に見えない車がでかすぎて、まあ、車がでかいからね。そうだからアメリカで26履いてて、入っちゃうんですか、一発目で26履いてる、まあ、RDBLA が履かせて、はいはい、
で、まあそれだとちょっとでかすぎる、ちょっとそのタイヤがペラペラになっちゃった、はい、なんで、まあ今回は、まあ、純正が23なんで24かなと。なるほど。というわけでこんな24がスポット収まっちゃう、まあ、24だったらタイヤも結構一流品でいけますから、ね、うん、はい。で今回あの横浜タイヤさんから協賛いただいて、はい、アドバンスポーツ V107-295-3024 を履いてます。じゃあここ入れときましょう、横浜タイヤさん。そうです、もうバッチリ入れておかない、はい、ここ入れておきます、はい。フィニッシュに関しては、まあ、真ん中の部分というか内側の部分というか、はい、基本的にはグロスブラックでブラッシュドウィンドウってやるとこうなります。はい、だから、まあ、スポークがないんで本来スポークの側面をウィンドウってみんな。これ天面ダイヤモンドカットじゃないんですか。そう。あ、違うんですか。そう、ブラッシュドウィンドウ。へえ。だからここがウィンドウになる。ここがウィンドウになる。へえ。っていう感じで仕上げてます。だからこの外側にブラッシュドが来て中側にグロスブラックが来てっていうので、なんかこうでこういうデザインでネットでいろいろ検索してもらうとなんかこうルーツがたどれるかなと思いますんで。なるほど。分かった方はコメントに書かないでくださいというわけでこんな感じになってる、はい。でびっくりしたのは、井村さんだったら絶対真っ黒黒で来ると思ったんですよ。クロムの鳥も少ないじゃないですか。あ、なるほど。まあ、グリルはクロム製品ですけど、うんうんうん、だからここ全部フィニッシュでしょ。そうそうそう、したらびっくりしたんですけど、うん、これ横から見るとそう、もう全部でメッキが結構、横から見ると分かるんですけど、ウィンドウのモールがもうバカでかいんですよね。そうそう。で最初はまあそれらも黒くしてブラックバッジみたいに、まだブラックバッジがないんでブラックバッジみたいにするっていう話もちょっとだけあったんだけど、結局この車納車されて、まあブラックバッジの方向にしないでメッキは残したまんまやろうかな、乗ろうかなみたいな話だったんで、まあだったらもうこれが絶対いいかなって。めちゃくちゃバランスがすごくいいよね、はい、うん。確かにこれだけでっかいモールがついてて、ホイール真っ黒だとそうホイールの大きさ見えないし、ホイール消えちゃう気がするんですよ、ね、でこれサイドスカートにもメッキモール入ってる。そう、メッキ入ってるんで、だからこれ全体のバランス見たときにその辺狙ってるんだなってすごい分かりました、ね。はい、もちろん狙ってます。そしてこれ後ろもすごいんですよね。なんとクリアテール。あ、クリアテール、はいこれ中入らないと見えないですからね。まあ確かに中入らないと見えない動画でしっかりお届けしたいと思います、はい。でトランクのガーニッシュとかないんですね。ないの。だからこう結構もう真っ黒なんだよね、はい、意外と。だからもう全然見慣れないルックスだから、うもうすごいなんかこう特殊な車感が、うん、で結構昨日なんかは、まあ、皆さん初めて見る車、はい、ほとんどの方がリアバンパーのこのディフューザーみたいな形状になってたりとか、すごいっすね。そう、サイドスカートもちゃんとこう凹凸があったりとかするんで、はい、なんかエアロパーツがついてるみたいな。確かにエアロパーツっぽく見えます。基本的にはフルノーマルに車高とタイヤホイールっていう感じです。あの搬入の時もめちゃくちゃ見られてました。めちゃくちゃ何これみたいな、はい。というわけでこんな貴重な車を展示させていただいてます、はい。そしてもう一台、はい、最後にご紹介するのはこちらです、はい。これあの製作過程もつい最近アップさせていただきましたけども、ついに完成しました。やっと。これ詳しいじゃあ紹介は別でいいんですよね。そうね、別でちゃんと撮りたいと思います、はい、別でご紹介させていただきます、はい。そしてマンソリーのエアロ全部ついて、はい、今田さんこだわりポイント言ってもらっていいですか。こだわりポイント、ここもうとりあえず、まあ、この車に関して言うと、もともとマットボディのボディカラーがあって、はい、こっから上が全部グロスブラック、はい、こっから下が全部グロスブラックっていう感じで、グロスブラックにこうサンドイッチされた仕様というか、そういうレンジローバーそうなんで、そのカーボンパーツをマットカーボンで仕上げるのか、グロスカーボンで仕上げるのかっていうのは、多分その製作過程の時もめちゃめちゃ悩んで、はい、で、まあ、最終的にこういう仕様にしたんですけど、まあ、これはやっぱり正解だったかなと。というわけで全部マットに、はい、全部マットになってるんで、はい、上も下もそしてそのつながりで、だからボンネットも、はい、全てマットに、マットで、はい、これエグいっすね。これかっこいい、すごいかっこいい。一回り車が大きくなってるし、どうしてもレンジローバーってなんかつるんとしてるイメージがあるんで、はいはい、凹凸がついてる。あとガラスか、ガラス、ガラスです。そうです、なんと今回こちらの車はガラス交換してる、はい、ガラス交換しました。これ設定ないんですよね。ないです。日本は、うん、基本的にまあリアがプライバシーガラスになっちゃうんで、それはもうグレードが一番下でも
プライバシーなんで。そうなんですか。それを、海外にあるクリアガラスを仕入れて、わざわざ輸入して、はい、ただ この、まあ、これも大変ですよ。ここもめちゃくちゃ大変ですけど、うん、パワーウィンドウがあるんで、うん、でリアに関してははめ殺しじゃないですか。はい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 。それをわざわざ、はい、僕交換の時言いましたけど、ガラス屋さん呼んで交換と、はい、ただそれすることで全然違って見えるんですよ。全然違う。そう、すごくで中のこのかっこいい内装がしっかり見えると、うんうん、この辺だからあの日本だとどうしてもあのスモーク、はい、中途半端にしか、はい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 、プライバシーガラスもできないんで、はい、まあ、いっそのことクリアガラスにするっていうのは、うん、まあ、全体のバランス次第ですけど、まあ、めちゃくちゃいいのかな。そうだから、サイドのブラインドもついてるし、確かに確かに、そう、全然なんかこう、まあ、お子さんがいらっしゃるからとか、いろいろ使用用途によってやっぱ後ろはスモークのからいや使いやすいんだよねっていう方もいるとは思うんですけど、まあ、これを見ちゃうとサイドのシェードを上げてくださいっていう感じかなと。確かに。というわけで、まあ、実写見ていただくと、もう入庫の時よりもうエアロももちろんそうなんですけど、うん、こう全体的な仕上がりもう全部マットで仕上がってたりとかクリアになってたりとか、うん、その辺の細かい合わせ技で非常にまとまりよく仕上がってると、はいはい、こんな車3台あ、こちらも横浜タイヤさん協賛です。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ちゃんと触れておいてます。はい、というわけでこちらの3台を展示させていただいてます。はい、じゃあこのレンジは別の動画で、そうですね、詳しくご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで今回はボンド名古屋からの出店3台をご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS、Instagram、X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。